エンシェントバーズは、イタリア出身のシンフォニックメタルバンド。女性ボーカルをフィーチャーし、オーケストレーションを代々的に導入したドラマティックなエピックメタルを特徴としており、ラプソディ・オブ・ファイアのフォロワーの一つとされた、チェコホドニーン公演2006年、ダニエレ・マッツァが、マルティノ・ガラットーニと出会い、プロジェクトとしてバンドが指導する。2007年、夏頃に、 女性ボーカリストのサラ・スクワドラーに、クラウリオ・ピエトロニック、ファビオ・バルドゥッチ、アレッサンドロ・カリキーニを加えて6人編成となり、デモ・ EP、トレーラー・オブ・ザ・ブラック・クリスタル・ソード・サーガの制作を開始する。バンドの創設者である、ダニエレ・マッツァがここに描き出したのは、北欧神話ヤケルとのイメージ、さらに RPG の傑作、ファイナル・ファンタジーシリーズにインスパイアされた壮大な、 幻想物語からの抜粋であった。2008年春に EP トレーラーオブザブラッククリスタルソードサーガが完成し雑誌やウェブで高い評価が寄せられた。ブッキングエージェントブログナロックシティのサポートを得たバンドはイタリア国内のフェスティブ。2009年夏頃にイタリアのエミリア・ロマーニャ州のラベンナにあるフィアースタジオでレコーディングに入る。エンジニアには DGM のギタリスト シモーネ・ムラローにが迎えられた。リム・ミュージック・プロダクツとディールを交わす。2010年、ファーストアルバム、ジ・アライアンス・オブ・ザ・キングスが完成し、メジャーデビュー。2011年、セカンドアルバム、ソウルレス・チャイルドをリリース。2014年、サードアルバム、ア・ニュードー n エンディングをリリース。2016年11月、初来日公演。デビューアルバムでスタートした。 コンセプトストーリーは、ラプソリーのエメラルドソードサーガにちなんだザ・ブラック・クリスタルソードサーガとなっている。ありがとうございます。